ユーロ2024予選の最終節となる第10節が19日に行われた。グループ A、F、G、J の試合が行われたが、決まっていなかったグループ G のセルビアが2位を決めて本選出場権を獲得している。動画、心温まるやりとり、ユニをプレゼントされた少年学簿竹房にお返しグループ G はハンガリー代表がすでに予選通過を決めていたが、 もう一枠をセルビアとモンテネグロ代表が争う形で最終節を迎えていた。勝ち点2が開いていたため、勝てば自力で突破を決めることができたセルビアだが、ホームでブルガリア代表と2対2で引き分けた。しかしモンテネグロがハンガリーに1対3で逆転負けを喫したために、セルビアの初のユーロ出場が決まった。グループ F ではベルギー代表がアゼルバイジャン代表に5対0で大勝。 試合のなかったオーストリア代表を交わして、首位での予選通過を決めている。グループ J ではポルトガル代表がアイスランド代表に2対0で勝利。予選を10戦全勝、通算36得点で失点はわずかに2と、驚異的な数字で予選を終えている。20日にはグループ C、E、H の最終節を開催。 グループ C のイタリア代表とウクライナ代表は予選通過をかけた直接対決を行う。またグループ H でもスロベニア代表とカザフスタン代表が予選突破をかけた勝ち点1差の直接対決を実施する。グループ A1、スペイン21、プラス22、スコットランド17、プラス93、ノルウェー11、プラス24、ジョージア8、マイナス65、 キプロス、0、25スコットランド3、サンノルウェースペイン3、ワンジョージア、グループ F1。ベルギー、20、プラス1、8、2。オーストリア、19、プラス13。スウェーデン、10、プラス2、4。アゼルバイジャン、7、15。エストニア、1、20スウェーデン20、20エストニア、ベルギー5対0アゼルバイジャン、グループ G1。ハンガリー、18。 プラス92。セルビア14、プラス63。モンテネグロ11、24。リトアニア6、マイナス65。ブルガリア4、7セルビア2の2ブルガリアハンガリー3。1ンモンテネグロ、グループ J1。ポルトガル30、プラス34、2。スロバキア22、プラス93。ルクセンブルク17、64。アイスランド10。 プラス15、ボスニア・ヘルツェゴビナ、9、116、リヒテンシュタイン、0、27リヒテンシュタイン0対1ルクセンブルクボスニア・ヘルツェゴビナ1、ニスロバキア・ポルトガル2対0アイスランド。